はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションウドゥー編。このワンシーズンはこのウドゥーという楽器について1から、いやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこのレッスンのガイダンス、3本指を使った3フィンガーの奏法、人差し指を使った4フィンガーの奏法、それらを交互に叩くスプリットハンド、指1本1本で叩くスプリットフィンガーについて解説しておりますので、まだ見てないよという方は概要欄の再生リストからご覧になってください。そして今回はですね、このウドゥーのベーストーンのやり方について解説していきます。今までね、このボディを叩いていたわけなんですけれども、今回とうとうこの穴を使ってこのベーストーンを叩いていきます。とはいえですね、初心者の方でも、とりあえずこの穴を塞げば、おなんか低音出るなっていうことに気づくと思うんですね。でそんなにまあ難しくないと、簡単に出せますということで、なんで実は今回ね、そこまで解説することはありませんので、あ、やっぱそうだよねと確認がてら見ていただければと思います。でお察しの通りですね、やっぱりこの穴に対して手をかざして中に空気を送るんですね。この空気の振動がこの壺の中で増幅されて、もう一つの穴から出てくると、これがドゥーンという低音になります。再生環境によってはですね、この低音が聞き取りづらい場合があると思いますので、もしよろしければね、イヤホン、ヘッドホンして聞いてみてください。はい、まずはセッティングについてです。このボディの穴、基本一つしかありませんので、この穴の位置、ポジションをどこに置くかによって今後の演奏スタイル、やり方が変わってきます。例えば自分に対して右側、右手側にこの穴を持ってくると、当然右手でこのベースが叩けるようになりますけれども、左手でベースが叩けませんので、これ右手と左手の役割が変わってくる、左右非対称な関係になるっていうことなんですね。特に決まりはないんでね、どこに構えててもいいんですけれども、おそらく多くの方は利き手側、右利きだったら右手側、左利きだったら左手側にあるのが叩きやすいのではないかと思います。そうすると、ダラブッカとかフレームドラムみたいな関係、左右非対称の関係で演奏することができます。ただ、タブラーのようにプレイしたいとか、右手でこの高い音を細かく演奏したいという場合は、こんな感じでね、左手側にベースがあった方がやりやすいんですね。あとは右手でシェーカーを振りながら左手で刻むとか、なんかブラシを使ってね刻むといった場合も、左手側にこのベースがあった方がやりやすいです。なのでできればですね、これ右手でも左手でもこのベースが使えるようになっていた方がいいんですね。でまずはやりやすい方、利き手側で始めて、これができるようになったらね、こうくるっと向きを変えたりセッティングを変えたりして、反対の手でも練習してみるのがいいんじゃないかと思います。はい、では叩き方の解説です。この穴を手のひらを使って塞ぐと、ただこれだけです。ただこう瞬間的に空気を送ってあげないといけませんから、この穴をね、すべて同時に一瞬で塞ぐ必要があります。なのでこの手のひらのどこかに隙間が空いていたり、この塞ぐタイミングがタラッとずれてしまったりすると、いい低音がなりません。なるべくこう手のひらをね、柔らかくして瞬間的に同時に穴を塞ぐ、このように練習してみてください。なんでこう手をね、ピーンと張ってしまったり、鳴らさるぜっつってこうえいってやると、こう意外とね隙間ができちゃったりして、いい音でなりませんので、適度に柔らかいしなやかな状態を作ってやると音が出しやすいと思います。でこのベースト音、大きく3種類あります。まず1つ目は穴を塞いでこのまま手をつけっぱなしにするベースト音です。はい、こうすると比較的長いね、ドゥーンっていう低音が得られます。これロングベースト音と言います。ロングはつけっぱなし。で次、穴を塞いで途中でこうパカッとね、穴を開けます。こんな感じ。はい。
ドワッと、ちょっと音程が上がったの分かりますかね。これベンドするっていうんですけれども、これベンドベーストンと言います。穴を塞いで途中で開けると。で、こう塞いでパッと離しても OK です。塞いでこうパカッとね、ご開帳っていう感じで開けるか、離すようにして音程がグーって上がるように練習してみてください。で、最後3つ目はですね、こう穴を瞬間的に短く塞ぐ、これだけです。はい、これショートベーストンと言います。細かくね、リズムを刻みたい時なんかは瞬間的に穴を塞いですぐ離す、このように発音してください。3つありましたね。ロングとベンドとショートです。ロング、ベンド、ショート。はい、この3つを練習してみてください。で、今しれっと反対の手でウドゥを支えていましたけれども、こうベースを鳴らすとね、ちょっとこう押し込む感じになりますので、ウドゥが動いてしまう、揺れてしまうことがあるかと思います。その場合は反対の手で軽く触れてウドゥを支えてあげましょう。まあ、4フィンガー、3フィンガーなど人差し指3本指はよく使うから、親指で軽く触れて支えてあげると、まあ、ウドゥ安定しますし、こう演奏もしやすいので親指で支えるのがいいんじゃないかなと思います。あとはフレーズやりながらですね、その時必要に応じてこのウドゥを支える指っていうのを選んであげてください。はい、では最後にベースを使った簡単なフレーズを練習してみましょう。こんな感じです。せーの、はい、前半と後半に分かれておりまして、まず前半部分は 1,2,3,4 になります。ベースから始めてベンドベーストンです。ベンドで1,2とタイミングよく1で閉じて2で開く、1,2という感じで叩いてください。1,2で次3,4は反対の手でスプリット、人差し指3本指、4フィンガー3フィンガーですね。1,2,3,4 です。まずはこれだけやってみましょう。せーの、1,2,3,4 1,2,3,41,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 はい、ベースを叩いてもウドゥがあんまり揺れないよという方はね、無理に押さえてなくても大丈夫です。ただベース叩いてこう揺れちゃうよという方は、やっぱり親指で軽く触れてね、このウドゥを支えてあげるといいかなと思います。こう触れた状態でも人差し指3本指が叩けるのがベストですので、これはこれで練習してみてください。 1,2,3,4 1,2,3,4 って親指を触れた状態でも叩けるようにしておくと、とても演奏がしやすくなります。あ、では後半部分はこんな感じです。 5,6,7,8、 はい、まずは3フィンガーで一発叩いて 5,6 はお休みで、 7,8 これもスプリットで叩きます。 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 です。これ前半後半続けてやると全部で8カウントで 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 といったフレーズになります。ちょっとテンポアップしてやってみますと、はい、こんな感じのフレーズになります。ではもう一つショートベーストンを使ったフレーズをやってみます。こんな感じです。
これも前半と後半からできています。まず前半が1、2、3、4です。ベース、4フィンガー、3フィンガー、ベースですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4です。後半はこんな感じです。5、6、7、8。まずは4フィンガー。4フィンガー、3フィンガー。反対の手で3フィンガー、3フィンガー。5、6、7、8です。この7の3フィンガーだけ。ちょっとアクセントで強調して叩くと良いでしょう。5、6、7、8。5、6、7、8。5、6、7、8。5、6、7、8。前半後半続けてやると、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3。4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっと複雑で分かりにくいなと思った方は、このベースの側だけ注目して聞いていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。はい。これは非常によくあるね。ドン、ドン、タン、ドン、ドン、タン。というようなシンコペーションのリズムになります。その間をずっと埋めているっていうだけなんですね。はい、こんな感じになります。練習してみてください。はい、というわけで今回はウドゥのベースとについての解説でした。このベースができればですね、あと今までやった3フィンガーとかスプリットとか組み合わせれば、もういろんなリズム、いろんなフレーズを叩くことができます。ぜひいろいろ自分で試しながらやってみてください。あとこの穴の位置ですね。右側でやってた人は反対にして、左側でもやってみるといい練習になりますので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。